はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の複素数丸5をお送りします。で、この複素数っていうね、こうタイトルがついてるのはこれで最後です。で、最後はまたね、大きな問題が2個上と下ね、にあって、まあ、小問合わせて全部で5問となっておりますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。まあ、じゃあ早速ね、まず1番から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、まあ、最後、複素数の最後なんですけど、ちょっとこう特殊なタイプで、テストでそのまま出てくることも多いよなと思って、この2個取り上げてます。結構出てきやすい、個人的なね、あの意見ですけど。で、まず上は何かっていうと、アルファ、まあ、これ文字ね、違うときありますけど、いや、こう設定されてるの。式がね、ちょっとごちゃごちゃしてるね。で、これが次のようになるとき、実数 x の値を求めようということで、やりたいことは x を求めたいんです。x を。で、x どこかっていうと、ここにいるから。で、次のようになるとき、どんな風になるときって、それが、アルファが実数になるとき、もしくはアルファが準虚数になるときです。まあ、これがキーワードになります。いいね。で、こう出されたとき、まず何するかっていうと、これをまずシンプルにしましょう。これごちゃごちゃしてるからさ。で、今回は分母が両方違うので、通分していきます。まずね。で、そっから行くんですが、まあ、通分すると、今回ね、ちょっと幅がね、また狭くしてしまったので、入らなくなるかもなんだけど、まずこれ、通分するから、2プラス i と、こうね、2マイナス i をつなげる。で、こっちに関しては、2マイナス i がなかったので、余計にかけたから、この3プラス i、この通分前やってるんで、ちょっとね、説明はしょりながらやりますけど、2マイナス i がなかったから、それをかけてあげる。こっちはね。で、ここがプラスだから、プラス、こっちの x マイナス i。こっち側には、2プラス i がなかったんだよね。それを。で、余計にかけてしまったので、あ、間違った。閉じて、2プラス i を余計にかけてあげます。これが通分。いいね。で、まずこれ計算していく。で、まず分母の方は、これ、2プラス i、2マイナス i、つまった、2マイナス i で公式使えるんで、2にが c でしょ。で、4引く i の2乗、ちょっと暗算使うよ。4引く i の2乗なんで、4足す1になるから。i の2乗マイナス1だからね。なので、下は5になります。で、分子なんですけど、これちょっとこっちに計算して、まとめながらそこに書きますね。で、これ配っていくと、3、2が6でしょ？で、3と i でマイナス 3i。次が 2i で、こことここがマイナス i の2乗。マイナス i の2乗だから、プラス1になるね。i の2乗マイナス1だからね。で、こっち側まず終了。で、プラスだから、まあ、そのままプラスでいきましょう。ここマイナスだったら最後配ってね、全部ね。で、かけると、まず 2x。次、こことここで、プラス xi。こことここで、マイナス 2i の、こことここでマイナス i の2乗だから、さっきと一緒で、プラス1となります。で、これをどうまとめるかっていうと、i のもの、まあ、実部と虚部に分けます。i がついてないものと i の、i がついてるものね。で、i がついてる方からいこうか。まず6ついてる方はここと、ここと、あ、ついてない方でごめん、ついてない方はここになるから611で8か。これカッコつけた方が分かりやすいです。8プラス 2x 閉じます。これがまず実部の方で、虚部の方残りなんで、これね、必ずプラスにしちゃった方がいい。ここものが楽。プラスカッコマイナス3とプラス2でマイナス1で、あと、これちょっと飛ばして、これでマイナス3か。マイナス3とプラス x だから、プラス x 閉じて i となります。いいね。ここまでちょっと頑張ってまとめる。で、ここまではすごくね、計算ミスが起きやすいので、ちょっと丁寧にやりましょう。頑張ってね。で、まとめ切ったら、もうね、倒したも同然です、これ。で、この問題は両方ともやり方が同じで、ここまで同じなの。整理すると。で、次どうするかっていうと、まず1からいきます。あ、1で書かなくていいね。あ、一応書いとくか。ちょっと狭いんでここ行くよ。1の方は、アルファが実数になるんです。
実数になるってどういうことかっていうと、愛が消えてほしい。だからこれもう分母とか無視しちゃっていいです。本当はね、5分の8プラス 2x 足す5分のマイナカッコマイナス3プラス xi となるんですけど、まあ、このままで大丈夫で、実数になるには愛が消えてほしい。じゃあどうするかっていうと、ここ愛にくっついてるこのマイナス3プラス x あるじゃん、マイナス3プラス x が0になってくれればいい。そしたら愛と掛け算して、ここ0だからね、愛と掛け算して愛が消えるから、そうすれば実数になるんです。だからあとこれ計算するだけで、マイナス3右に持ってくれば x は3と、これで終了。いいね。で次、準虚数です。で準虚数は逆に実部があっちゃダメなの、ほにゃらら i だけだから、準虚数は。だからさっきとは逆で、この部分8プラス 2x が0になってくれればいい。そしたらここが消えるから5分のほにゃらら i になるでしょ、ね、だからこれが消えてほしいので、あと解きます。でこれも8こっちに持ってきて2で割ればいいからマイナス4ね、これで終了と。ほんとね、個人的な意見ですけど、よく見る定期テストでこのタイプの問題ね。だからね、ぜひやり方覚えておいてください。では次、下行きましょう。で下も有名ですね、このタイプの問題。で下は x がマイナス2プラス 3i、 y がマイナス2マイナス 3i の時、次の式の値を求めようということで、2乗足す2乗、3乗足す3乗、x 分の y 足す y 分の x です。よく出てくるね、このタイプ。で、これはもう公式いっぱい使っていきます。まず3番から。で、これはね、x 2乗プラス y の2乗、これ、公式がパッて思いつかなかったら、これ x の2乗だから、これ2乗計算して、y の2乗計算して、足しても出てくるからね。時間かけていいんだったら、それでも OK。ね。で、ちゃんとこうね、楽をしようとしたら、これぜひ公式覚えてください。これを2乗したらマイナス 2xy します。これ成り立つんです。いい？でこれね、まあ、いろんな考え方があるんだけど、例えばこれの展開って中学校で公式習ってるんだよね。でこれ展開すると x2 乗プラス 2xy プラス y の2乗でしょ。だから x2 乗とプラス y の2乗だけ残したいんだよ。だからこれからマイナス 2xy を引き算すればなくなって、これが残るじゃんか。だからこういう公式になる。で今回は括弧の中身がプラスバージョンでやりましたけど、これここをね x マイナス y の2乗で、こうするとこっちがプラスになります。これも成り立つ。どっちでも解ける、この問題。いい？まあ、じゃあ俺プラスの方でやっちゃいますけど。で、こうして、あとはこれを解いていきます。ただし、これね、xy が必要なんで、まあ、x プラス y も必要なんですけど、これ、x プラス y って、これとこれ足し算するでしょ。もうね、暗算でいこう、これは。3i、マイナス 3i 足したら消えるじゃん。だから、マイナス2とマイナス2だから、マイナス4ね。まあ、一応書いておくか。ちょっとこっちまで書いてもね。x プラス y はマイナス4で、もう一個後でも使うのでやります。 xy です。これ掛け算するとこれかけるこれなので、横が入るかな、マイナス2プラス 3i とマイナス2マイナス 3i、 はい、あ、全然入ってるね、失礼しました。でこれ公式使ったら4マイナス 9i 2乗 i の2乗マイナス1だから、これ13になるんだよ。でこれ先に計算しておく、どっか端っことかでいいからね。であとはもうそれをぶち込むんです。これでぶち込むと、ここマイナス4でしょ、2乗すれば16です。で xi は13って分かってるから、ぶち込むとマイナス26にかけてね。だからちょっと気合入って伸びすぎた、x2 乗プラス y の2乗はマイナス10と分かります。まずこれ一つ目ね。で次が、さて5番まで番称が入るでしょうか。いきますね。次3乗いくよ。3乗プラス y の3乗、
で、これね、2つ公式使えるのがあるんですけど、まあ、俺ちょっと好きな方でいっちゃいますね。これ、公式が、まあ、前もやりましたけど、x プラス y。で、x2 乗マイナス xy プラス y の2乗です。これ公式成り立つんだよね。これやりました、前。で、もう一個使えるのは、x プラス y の3乗から始まるやつ。で、3乗、マイナス 3xy カッコ x プラス y と。合ってるよね、これね。そうそうそう。これでも OK。どっちも解けるんだけど、これちょっと上の方が好きなんでね。今回ちょっとこれカットしちゃいますけど。まあ、これでも OK だと。で、こうしたら、あとはぶち込むだけなんです。なぜかっていうと、x プラス y 分かってるじゃん、そこで。で、これも xy 分かってるじゃん。x ちょっと飛ぶよ。x2 乗プラス y の2乗、飛び出るけど。ここ、今出したし。ね。だから全部、あと入れるだけ。なので、まずここ、マイナス4だね。かける、後ろの括弧。一応計算すると、入れとこうか。こっち、x2 乗プラス y の2乗がマイナス10。マイナス xy。13だから、マイナス13。つまり、ここ、マイナス23になります。だから、マイナス4かけるマイナス23。でかいな。92か。ね、こうやって解いてください。で、ラストです。これね。で、これは間違っても、これを入れて、これを入れて、これを入れて、これはちょっと間違ってましたね。全部入れて解くっていうのはやめましょう。いい？あのね、やることは結局一緒なんですけど、先にこの状態で通分してごらん。いい？先に通分するの。入れてから通分じゃなくて。もちろん、それでも解けるんだけど、めんどくさすぎるので、だからここで通分します。じゃあ、行きましょう。さあ、入りきれるかな？行きます。x 分の y プラス y 分の x、ちょっと問題番号書いてくれよったね。ごめんね。ちょっと、付け足しみたいなのちょっと申し訳ないけど。で、これ通分すると、まあ、上と同じ発想だよね。分母をまずくっつけます。だから、xy になる。こうやってね。で、こっちにもともとなかったのは y でしょ、分母に。だから y を余計にかけたので、分子の y にも y をかけてあげる。そうすると、y の2乗でしょ。で、プラス、右側は x がなかったのにかけたから、余分にかけた x を分子にもかけてあげる。そうすると、x2 乗になるんだよ。そうすると、xy って分かってるじゃん。これちょっと順番逆だけど、x2 乗プラス y の2乗も分かってるじゃん。なので、あと入れるだけ。ここ13、ここマイナス10、つまりマイナス13分の10。これで終了というふうになります。なので、さっきも言ったけど、もちろん入れて、入れて、入れて、入れてか。で、解いてっても解ける。それで通分してもね。でも、その計算やるぐらいだったら、もうここで通分をして、あと入れるだけじゃんって、やる方が楽なので、ぜひね、このやり方も覚えておいてください。では、今回は、高校数学、数2の複素数、丸5をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、複素数これで終了です。終了で、まあ使うよ。はい、使うんだけど、このタイトルは終了で、次回から二次方程式の解と、あと判別式ですね。それをやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。